おまけの夜です。このチャンネルは深夜ファミレストークのひらめきがテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。一本でも映画が好きなら好きと言っていいチャンネルでございますので、知識のあるなしに上下をつけずに楽しくやっていこうというチャンネルでございます。ということで今日はですね、名作映画紹介レビュー。この企画は古今東西名作映画 OK のそれを見る時間はないということで、時間なきね現代人のために、僕がですね代わりに名作映画を見てレビューいたしまして、それを見てね気になればその名作を見てもよし、知った気になるもよしということでやっていく企画でございます。そして今日取り上げるのはガメラ大怪獣空中決戦ドン。はいはい。まあね、今度、5月13日にね新ウルトラマンが公開されますが、今までね企画脚本の庵野秀明監督の方のね考察というのはかなりやってきましたけれども、樋口真嗣監督の方にもねちょっとフューチャーしようということで、今日は樋口真嗣監督の出世作このガメラをねちょっと取り上げていきたいと思います。それではいきます。いや、はい、ガメラ大怪獣空中決戦、1995年の映画ですね。はい、こちら監督金子修介監督、そしてね特技監督が樋口真嗣監督なんですね。まあ監督と特技監督となっておりますけれども、まあドラマパートは金子修介監督、まあ全体のね特技監督ということで、特撮部分とか戦闘シーンとかね、そういった怪獣が出てくるようなところっていうのは樋口真嗣監督がねこう監督をしているという感じですね。はい、そしてねもう一人ね、これ忘れちゃいけない大事な方がですね、この脚本の伊藤和則さん、この方がですね、まあ、結構重要なキーパーソンになってくる映画でございます。はい、でこの1995年っていうのはねすごいんですよ。ゴジラ VS デストロイヤー、平成ゴジラシリーズの終結を迎えたゴジラ VS デストロイヤー、そしてね大友克洋監督のメモリーズですね、これ短編映画作品ですね。はい、そして、押井守監督のゴーストインザシェル降格機動隊、ジブリはですね、近藤芳史監督の耳を澄ますわ、その同時上映はですね宮崎駿監督のね最高傑作ともね名高いオン・ユア・マークというね短編のミュージックビデオが流れます。はい、で海外も、セブン、ユージュアルサスペクトですね、レジェンド級の作品が連発されている中で、1995年といえばトイストーリーが発表された年でございます。しかもあのエヴァンゲリオンのテレビシリーズが始まった年ということで、樋口監督のね盟友である、庵野秀明監督が、まあ、エヴァンゲリオンでもね出世した年でございますというふうにですね、もう日本映画界、まあ、だけでなく海外もそうなんですけどもね、この年何があったのっていう感じなんですけども、もう油に乗った時代に生まれた特撮怪獣映画の到達地点なのがこのガメラなんですね。はい、これガメラ平成3部作と言われてるんですけれども、このゴジラ VS デストロイヤーがですね、あのゴジラの終わりで平成ゴジラシリーズがかなりヒットしたんですね。はい、それによって、まあ、このガメラっていう企画がですね、もう一回ガメラシリーズをやってみようということで始まったわけです。まあ、制作費5億円で、この1作目っていうのはですね、興行収入5億円ということでね、ギリギリトントンっていうですね、まあ、よかったねっていう感じなんですけれども、まあ、ちょっと人気があったので、カルト的な人気も出てきてる中で、シリーズ化しようということで、ワン、ツー、スリーと続いていきました。このね、ワン、ツー、スリー、どんどん面白くなっていくんですよ。まあ、僕はツーがすごく好きで、まあ、スリーもすごく好きなんですけども、今回、まあね、ワンっていうことになってますけれども、シリーズ通してね、ちょっと面白いんだよっていうことをちょっと言っておきたいと思います。フィリピン海溝にてプルトニウム輸送船が座礁。一方、姫神島では未知の巨大鳥類が。二つの異常事態はやがて古の文明が生み出した生物兵器の争いへと発展する。このすいません、このあらすじちょっとあの、Google で調べてそのままパクってきました。はい。なんか、Google でドア玉に出てくるあらすじがうまくまとまってて、結構難しいんですよ、あらすじが。はい。というのも、やっぱりね、ここら辺の脚本がね、すごくね、効いてるんですね。すごく面白い脚本なんですよ。まあ、そこら辺も踏まえて、この映画がどう面白いかっていうのをね、ちょっと解説していきます。いきます。最高の制作陣が集結。極上の大人向け娯楽映画。まあほぼこの一言につきますね。はい、この金子修介監督はですね、この後にこの、まあ、ほぼこのガメラが出世作とも言っても過言ではないんですが、ガメラ1、2を撮って、その後に学校の怪談3を撮ります。でガメラ3を撮った後にゴジラ、モスラ、キングギドラのね、作品を撮り、さらにその後ねデスノートね、二部作を撮ってですね、もうキャリアをどん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 積み上げていくと、僕はどの、あの、もう学校の怪談もゴジラもね、デスノートもどれもすごく大好きで、好きな監督でございますね。はい。そして、特技監督のね、樋口真嗣監督といえば、まあ皆さんご存知のね、まあ新ゴジラの監督でもありますし、この樋口監督はね、どういった方かっていうと、まあ特技監督で、
もともとね、あのゴジラ、1984年版のゴジラの、制作から、こう特撮の世界に入ってきて、高卒で入ってきた方なんですけれども、そこからね、まあ、ガイナックスの庵野監督とかとも仲良くなっていって、アニメの絵コンテとかも結構書いてるんですね。まあ、エヴァの絵コンテとかもやってますし、じゃあなんで絵コンテやってるのって言ったらですね、どうもこの樋口監督っていうのは、その画面の絵作りがすごく得意で上手な人と言われていて、これは特撮でもね、人間のドラマ、実写のドラマでも、アニメの世界でもね、通用する力ということで、アニメの方でも絵コンテを書いてます。はい。ただね、この、じゃあなんでアニメの世界に行かなかったかっていうと、樋口監督自身はですね、アニメの世界はもう化け物みたいな天才が多すぎて、そっちには行かなかったというふうに言ってますね。はい。その化け物みたいな監督の一人が、まあ、庵野秀明監督、まあその人ですね。はい。っていうか、まあ、ここを見ればわかりますね。とんでもない世界なんですよ。日本のアニメの世界っていうのはもう天才揃いですよ。はい。世界に行ってもトイストリーね、ジョン・ラセダーみたいなバケモンもいますからね。まあそれは実写の方のね、監督をやられているという方です。そしてこの伊藤和則さんっていうのはどういった方かっていうと、ここのですね、なんと広角機動隊もこの伊藤さん脚本なんですね。で、この伊藤脚本といえば、この押井守とね、結構、パートナーとしてね、やってる作品が多くてですね、あのパトレイバーとかもね、伊藤作品でございますね。はい。つまりね、この時代、いわゆるジャパニメーションみたいな感じの全盛期のようなね、言われてた時代ですよ。ちなみにこの近藤芳文監督なんてね、残念ながらね、亡くなられてしまったんですけれども、もうすごく力のある人で、おそらくね、彼が生きてれば、宮崎駿の下でまともにできた監督っていうかね、力を発揮できた唯一の監督だって、いうことでね、多分ジブリを継いでたのはこの耳を澄ませばの監督だったと思うんですよね。それぐらいね、もうこの年に何が起きてたのってぐらいね、もう実力者がもう出てきた時代に、この3人が作ったのがこのガメラという作品だったんです。そしてこのガメラも漏れなくね、この並びに引けを取らないね、もうすごく名作として、出ているわけです。しかもこの中で言ったらかなり低予算の中でも、本当にもう大人向けの、もうこのマニアックなね、だからオタクたちが、もう作ったね、子供向けじゃなくて、もう大人が見て楽しい作品なんですよ。だからガメラって聞くと、もうね、男の子が好きなね、特撮映画でしょみたいな感じに思うんですけれども、本当にね、大人向けの娯楽作品になってるので、ぜひね、見てない人はね、見た方がいいですよ。このガメラシリーズ。特に1見た後、2、3と見てほしいですね。はい。僕はもう2のですね、樋口監督の作ったデパートの破壊シーンっていうのがあるんですけども、もうここはもう僕の中でも忘れられない。もう今でも思い出せるぐらい、何これマジでデパート壊れてるみたいっていう CG とはやっぱりね全然違う異質の生々しさみたいなのがやっぱり特撮っていうのはありますからね、ぜひ見てください。設定が面白い。はい、ここですね。まあ、ここの話にもなってくるんですけれども、やっぱここ伊藤脚本でありね、まあ、こういった、この時代のメンツですよね。もうガイナックスの人たちとかもありますけれどね、もう広角機動隊もね、エヴァンゲリオンも設定が面白いじゃないですか。あの時代の面白さがもう詰まってるんですよ。はい。で、何より神話。ギャオスっていう敵の怪獣が出てくるんですけれども、このギャオスもですね、容赦なく人を食べる怪獣なんですね。破壊するっていうよりは、もう、ただ人を食べるっていう最悪の怪獣なんですよ。で、こいつは殺さなきゃいけねえって思うわけですよね。そこで正義の怪獣、ガメラが出てきます。このガメラはですね、ゴジラと違ってね、もう正義の怪獣なんです。で、このギャオスとガメラが背負ったですね、設定っていうのが分かってきたとき、ここはちょっとミステリー要素になってるんですけれども、それがかなり大人向けなね、SF、もうサイエンスフィクションになってて、で、これがね、バトルするときっていうときには、わあもう、ガメラ頑張れみたいに、なるというですね。まあ大人向けって言いましたけども、大人も子供も楽しめる作品でございます。怪獣映画の魂のバトンはレジェンドから次世代へ。この怪獣映画といえば日本特撮、もちろんゴジラですよね。で、ゴジラも、円谷英二というね、もう日本のが誇る伝説の監督の一人ですよ。もう黒沢明とかと並ぶような伝説の巨人。はい。そういった人たちの、このまあ、今回も新ウルトラマンやりますけれども、こう、ウルトラマンと特撮魂っていうのはですね、まあ、怪獣映画と結びついてですね、どんどん日本にこう伝わっていきました。で、もちろんその世代、それが好きで育った世代の人たちが、今度ね、平成ゴジラシリーズとかも始まって、この平成ゴジラシリーズがヒットしたということで、このガメラが始まってね、で、このガメラもね、平成ゴジラシリーズの特技監督のね、河北浩一さんもね、このガメラを見て、こう絶賛するぐらい、ちゃんとこの特撮っていう技術が受け継がれていきました。はい。もうね、特撮映画っていうのはね、本物の特撮みたいなものなかなか作れない世の中になってますから、ある意味もうこれ以上
上の完璧な特撮映画みたいなものはもう生まれづらいでしょう。はい、そういった中で次世代へ、さらに次世代へ渡ってるっていうのが、やはりですね、僕がゴジラのね解説動画の中でもちょっと語ってるんですけれどもね、斉藤くんとも言ってる、ハリウッドゴジラシリーズはもうガメラだっていう話ですね。このガメラかなりね描写もグロくてですね、それこそ大人向けなんですね。破損描写とかもありますし、あの設定もねすごくミステリアスで、あの深い設定を持ってます。ハリウッド版でね新しく生まれたゴジラシリーズ、レジェゴジっていうのはですね、明らかに演出そして設定いろんな面からこのガメラの影響を受けてるんです。レジェンドから伝わり、そして結図したこのガメラが今度は世界にねまたさらなる影響を与えてというね、次の世代次の世代へこう受け継がれていく、ちゃんとこのバトンをね受け渡した作品になってるんですよ。かなり熱い作品なんですね。でこのガメラはですね、カルト的な人気を獲得いたしました。はい、でガメラ2、ガメラ3とシリーズ化していき大ヒットしていきます。はい、その影響は世界ハリウッドへ広がっていくということで、伊藤さんもね、脚本家の伊藤さんも広角機動隊とか言ってねやってね、で広角機動隊はもちろんねハリウッドでね映画化してますけれども、それ以前にねもうアバターの監督ですとか多くのねハリウッドのねあの監督たちに影響を与えた、この広角機動隊という作品でもありますし、またね金子俊介監督もですね、デスノートとかはですね、海外でもねリメイクされてますし、すごくあのデスノートはすごく人気、まあ漫画が人気なんだけれども、すごく人気作品でございます。言わずもがな樋口監督はこのガメラから出世して、まあエヴァンゲリオンのコンテとかにも参加してますし、ていうかさすごいよね、エヴァのコンテとかもこの時やってるしさ、伊藤さんもさ高架機動隊とかもやってるし、忙しすぎるよねみんな超働く。クールジャパンと言われるのはもうこの時代のことなわけで、こういった時代のね、まあ、この時代からこの以前10年ぐらいの話のわけでね、そこら辺の作品っていうのは言ったらもうめちゃくちゃハリウッド映画に影響を与えて、る作品だから、その中でも一番最後に生まれたね、ある意味すごくマニアックな形として結実した作品がこのガメラっていうシリーズなんですよ。3になるとね、それこそシン・ウルトラマンじゃないですけれども、かなり CG が多用されるんですが、やっぱり2まではねもうほぼねもう実写特撮みたいな感じなんですよ。だからここはねもう樋口監督のその腕っていうのがねめちゃめちゃ冴え渡ってますし、まあ、そこからねやっぱりシン・ゴジラ見ると、ゴジラもね CG とはいえもういろんな部分でね、あこれは日本の特撮魂だみたいに気持ちが上がるところもあるんで、このねぜひガメラとか見てからね、シン・ゴジラとかも見て、さらに、シン・ウルトラマンって見ていったらね、まあ、感動もひとしおなんじゃないかなと思っております。まだ見てませんけどということで、まあね、樋口監督ということで、まあこういったね、まあ、シン・ウルトラマンどういう風に撮るんだろうな、どういう風に魅力的に見せてくれるんだろうなっていうのもね、考えるだけでもね、もう僕はもうすごく楽しみになっております。で、なんとですね、この、ガメラをですね、フィルマークスさんの、企画でね、僕のチャンネルの方でも最近ね、いろんな YouTuber の方とそういうことをやられてるんですけども、一緒にね、映画を見るという上映会をやります。今後ね、さらにね、少しだけね、面白い企画が待ってますんで、とりあえずこのガメラをですね、見ていただいて、ガメラ2を、僕と一緒に見る同時上映会を6月に行います。これね、あの定員まで達したら開催されますので、これ開催されないとねすごく恥ずかしいことになるんで、ぜひ皆さん、30人ぐらい集まれば一緒に見れますから、ガメラ見て面白かったら一緒にガメラ2見ましょう。ゲストは、斉藤くんです。はい、内容は映画を見る前に2人でトーク、そして見てさらにその後もトークイベントということで、まあ、ほぼおまけの夜のイベントだと思ってください。はい、こちらねもうすでにこの動画からね、始まります、募集開始いたしますので、シン・ウルトラマンを見て盛り上がってね終わりじゃなくて、その後は6月は一緒にガメラを見ましょう。はい、よろしくお願いします。以上です。面白かったら高評価チャンネル登録お願いいたします。バイバイ。